どうも、船長ガウスです。ハピネスワークのハピネスです。ウォーフレーム、質問に回答する動画やっていきたいと思います。今回ご質問いただきましたのはこちらになります。はい、マリネさん、ありがとうございます。最近ウォーフレームにデビューしたものです。おめでとうございます。生誕おめでとうございます。いいですね。レールジャック関連なのですが、性能値はどれから上げた方がやりやすくなるよとかあれば教えてほしいです。ありがとうございます。じゃあね、レールジャックのね、性能値に関する画面を見ながらね、こちらに回答していきたいと思います。よろしくお願いします。まずですね、レールジャック、こちらメニューからね確認することができますからの性能値ですね。はい、こちらを確認することによって、この例えば策略、操縦、鉄砲、銃砲、技術、指揮というふうにいろいろあるんですけれども、一つ一つランクを上げていくと何々が使えるようになるよとか、こんな風な動きができるようになるよ、クルーを雇えるようになるよとか、まあいろいろあるんですね。まあ確かにね、これそれぞれランク10まであるんですけれども、全部をね、まんべんなく上げるのもありなんですが、まあどれから上げた方がそのレールジャックライフというところがねやりやすくなるのかっていうのはね気になるところだと思うので、まああくまで俺の感覚ってことになっちゃうんですけれども、一つね参考になるように説明していきたいと思います。まずですね、何よりもまあ人によるんですけれども、上げた方がいいなって思うのは指揮のこちらですね。クルーメンバーを、雇えるようにした方がいいかなと思います。ただこれ協力プレイやる方はここに該当しないかなとも思います。俺みたいにね、なんかソロで結構レールジャックを回しますよっていう人は、このクルーがいてくれるだけで勝手に鉄砲を撃ってくれるし、勝手に修理してくれるし、乗り込んできた敵倒してくれるしとか、まあ結構ねやっぱソロでやる上では NPC の存在ってかなりありがたいんですね。まあなので、まあ一人でもいいのでこのクルーメンバーまずはね、雇える状態にして、ティッカーさんね、金星のフォーチュナーにいるティッカーさんから雇えるようにして、まあ解放しておくといいかなと思いますね。まあ全部で3人クルー雇うことができるんですけれども、3人目のクルーを雇うにはランク5まで必要なので、まあ一気にここまでやっちゃってレールジャックから出たり入ったりして、もうやりたいことやります、あと NPC 頼んだぞみたいな風に、まあ環境を作るのか、まあそこはねどうかっていうのは人それぞれあると思うんですけれども、まあ2人とかいた方がいいかなと思うので、もしソロ戦なんだとしたら、まあ最低でも俺ランク3の第2クルーメンバーを雇えるよ、もしくはランク4かな、まあぐらいに行ってた方がいいのかなとはちょっと思います。まあいらねえよっていう人もいると思うから、最初の頃いなかったしね。だから俺もさ、プロキシマを攻略中はさ、ほとんどクルーいない状態でやってたから、俺だったら今のこの環境だったら俺は先にここを上げるってだけの話で、まあなくてもいけるっちゃいけるっていうのはね、まあ実際経験からもあるんだけど、いた方が楽だったなっていうのはあるんで、まあこちらは先におすすめっていう感じですかね。まあ結構ですね、この指揮ランクを上げることによって、この策略っていう部分のね、戦術メニューから戦術モッドを展開してクルー追跡システムをアクセスするとか、まあこういったところにもかかってくるので、指揮を上げてそこから枝分かれするように何々を上げるとか、まあそういう考え方もありだったりするんですよね。ただこの策略っていうのも結構上げておいた方がよくて、まあランク1、ランク2、ランク3もね、それぞれそのコマンド画面から分隊メンバーの管理を行うとか、まあそういうのも便利だったりするんですけど、何よりも便利なのがこのランク4のオムニギアで船の外から船内へ瞬時にテレポートする。まあ要するにこれレールジャックの外に出て戦ってても、なんか船がピンチだとか、すぐに戻りたいなっていう時に、このオムニギアからのアクセスによって瞬時にね、そのレールジャックの船内に戻って、また自分が銃座についたりだとか操縦席についたりして、まあ移動させるっていうことができるようになるんですね。まあ要するに戦い全体のその効率というか展開が早くなるので、まあこのランク4を解放して、その行ったり来たりを楽にさせるとかね、まあ結構ここもおすすめだったりします、ランク4のところとかね。まあ操縦に関しては結構そのパフォーマンスの部分なので、まあそのドリフトができるようになるよとか、移動速度上げますよとか、アークイングの移動速度上げますよとか、まあそういう感じだったりするので、まあちょこちょこ上げていく感じでいいかなとは思います。
まあ俺は結構ね、その何にしてもめちゃくちゃ速い動きが大好きだったりするので、まあもうもっと速くもっと速くみたいな感じでサクサク上げちゃうところあるんですけど、まあ優先度で言ったらそんなに高く、もう他と比べたらそんなにめちゃくちゃ高いってわけじゃないので、まあ余裕があったらちょいちょい上げていく程度で大丈夫だと思います。まあ特に鉄砲とか技術に関しては、まあ策略と同じように、まあ若干優先度高めでやっぱ上げていきたいかなっていうところはありますね。例えばこの、標的同調ってやつ、ターゲットリードインジケーターとオードナンスがロックオンするとか、あとはねランク6まで行くとタレットの加熱蓄積を 20% 減らすとか、まあいっぱい撃てるようになるとかね、その敵の撃破までのその効率を全体的に上げてくれるような要素が多いので、まあちょこちょこ上げた方がいいですね。まあ策略のランク4を目指しつつ、まあ1とか2とかをね、上昇させながら、後から結構そのおっつけランク5以降とかね上げられるように、まあ性能値の分配を考えてっていう風にやってもいいかもしれないね。あとはね、技術っていうのも結構船体へのダメージと火災の阻止と修理を加速化、これも結構大事ですね。まあクルーとか雇ってるとクルーがバーッと勝手にやってくれたりするんですけれども、例えばこのランク4のドーム充電フォージでね、前方銃砲の銃弾を回復するとさらにプラス1給弾するとか、まあ個人的には優先度的には、まあさっきのね士気はちょっと例外も含むんですけれども、士気を上げつつ策略ランク4目指しつつ、銃砲でこの敵の撃破効率を上げながら技術と操縦はちょこちょこ上げていくみたいな感じでもいいかなと思います。まあ技術もねできればランク4まで欲しいっていうのがあるんですけれども、まあそうですね、策略ランク4、技術ランク4、鉄砲は随時上げつつ、そのね、スリングショット使えるようになったりとかもあるので、もうガンガンガーッと上げていって、まあ操縦は余裕があったら、式はソロでやるんだったら最優先で上げるとか、まあそういう感覚で、考えていってもいいと思います。まあなのでね、マリナさんのレールジャックのね性能値はどれから上げた方がやりやすくなるかっていう回答に直接答えるのであれば式ですね。うん、式をまず上げましょう。そして策略をまずランク4を目指す、そして技術のランク4を目指しつつ、鉄砲はもうガンガン上げていく感じで、式と同じぐらいにガンガン上げていって、操縦は余裕があったらでいいかなと思います。まあ最初にも言ったように、これはあくまでね、俺の考えなので、もっとね他の人の意見を聞いたら別の回答が返ってくる可能性も十分にあります。この動画を見て、まあ俺はこんな風に思うけどなみたいな方がいらっしゃいましたら、まあそれも一つの意見なので、情報強化の意味合いでね、この動画のコメント欄に、書き込んでいただけましたら嬉しい限りです。もしこのね説明でわからないところがあれば、それもこの動画のコメントに書いていただければハピネスの方も返答できるようにしたいと思います。まあ性能値もね稼ぐの大変だったり、レールジャックの育成も俺も大変だったのでいろいろと時間かかるところもあると思いますが、まあやり込み要素の一つとしてね、コツコツと頑張っていただければと思います。そんな感じで今回はね、マリネさんの、コメントに回答する動画、レールジャックの性能値に関するものでした。レールジャックに関してはプレクサスって言ってね、こういったところでモッド調整だとか、はい、こんな感じでモッド調整とか、あとレールジャックそのもののカスタマイズで自分の体力増やしたりとか、シールドをね、増強したりだとか、移動速度を上げたりっていうことができるので、まあその一概に性能値に依存して全てが強くなっていくってわけではないので、まあこのあたりのバランスと見ながらね、ぜひ今回の説明も参考にしていただければと思います。そんな感じでお送りしたのはハピネスダークのハピネスでした。また別の実況動画でもお会いしましょう。バイバイ。